続いては大竹紳士交演録毎週水曜日は北川教授です。はいこんにちは。なんか今日さっぱりした心。さっぱりしたと白シャツ、黒パン。これからねおちやなんだ。あら、気が重たいんだよ。うんうん。まあまあ。それでね、この暑さでね、もう散歩も怖くてできない。あやぶたほうがいいよ。やぶた方がいいね。死んじゃうからね。それでね。 ステレストレッチボードを買ったの。知ってる？ストレッチボード。知らない。意外と知らない人が多い。ストレッチボード、うん、ってあのバランス取るやつですか？違うんだよ。もう簡単なさ三千円ぐらいで買えるんだけど、これがね、実にまっすぐ立つだけ。こう飛び箱の、うん、飛び箱の踏み台みたいに。踏み台みたいにこう斜めになってる。うん、あー。 そ,れでちそんな小さくね3 0ンチぐらいそこにまっすぐ立つだけま、うん、っすぐ,ぐ立つような感じですか、ね、これストレッチボードこれいろんなメーカーが出してんだけど、うん、これはねいいよ知らない人があまりにも多いんで、うん、あの年寄りなんかにね推薦したいんだけど立ってればいいのまっすぐ。 上り坂をずっとバランス保って立ってる感じですよね感覚でいうでふくらはぎがね筋肉がこう伸びて自然にストレッチできるすごい傾斜が20度から45度まで伸縮角度調節が可能ですそのね角度の強いのは怖くてできないはいそれはいいんだけどそれは散歩と一緒同じまあね 要は散歩できないからやっぱ運動しなきゃと思って筋肉がだってつくんだよこれ意外とふくらはぎををストレッチしして筋肉強化ますだから歩くのと一緒なの立つだけつまんないだろえつまんないつまんないよそれはつまんないけどまっすぐ立ってるって快感はあるんだよ斜めなのにスクッて快感あるの何分ぐらいやるの秒ぐらいえ 何がえって、それやったことになるのか。で、また降り、降りて、あの、そばに置いてあるから、暇な時また立つ。あ、ちょこちょこ。ちょこちょこやってつまんないだろつまんない。でも、快感あるんで。シャキッとする。あ、でも、傾斜面、応用編としては、傾斜面でスクワットをしてみましょうとか。あ、それはできない。立つだけ。片足ずつ乗っけて、ストレッチしてみましょう。それは、それは本当ない。 傾斜面で流脚をこう前屈のように。してストレッチしましょう,ってうす。立つだけで十分。で、これはね、うん、なぜこれ、うん、まあ、散歩ができなくなったってこともあるんだけど。俺の囲碁の、碁的の楠君ね。うん、あの北川という名前で、聖戦やってんだけど。彼がね。彼と囲碁を打ってたのね。 囲碁を打つとね1時間ぐらいねずっと畳の座布団の上で座ってるからまあ末座はしてないよあぐらだけど立ち上がろうと思ったらね体がね固まっちゃってもう立ち上がるのが大変なんだよなんで固まっちゃうんだろうね年寄りって体が俺もあれだよバンカーからら出れななくっっったたよ固固ままて何か行く方向に足が動かないんだよ でずっとバンカーの中から出られなかったあ,あ、バンカー。うん、動いてんのに固まんの？固まる。うん。やっぱりなんかあのなんて目がこうなんか坂っていうか傾斜を認識できないんだよね。かどんどん固まるんちゃう？全然固んだがわかんない。いや固まるっていうのは同じ姿勢でね。うんうんうん いて、わかるよ。言ってることはわかるけど。マンカーで固まっちゃった。マンカーで出られなくなっちゃったっ。砂の中から出られない、うん。どう、どうしたの、それで。え、しゃがんだの。いやいや。で、出たよ。最後はなんか、はいながら。待って。四つん這いになって。四つ,って四つん這いになって出たよ。しょう、しょうもないかったいです、ね。足が。足が、だって、逆の方向行っちゃってんだ。 で、囲碁の時も立ち上がるの四つん這いでしばし動いてからトイレへ。四つん這いでしばし動いて四歩ぐらい。はうってこと。はうんだ。そっから立ち上がってすぐもう一分ぐらいで体は戻るんだけどその俺の立ち上がるね格好を見てそのクソ息がね「大笑いこれはお前ダメだよ」って「これはストレッチボードをやんなきゃダメだ」って言われてる。 友達ね、うん、よくいろんなことを教えてくれる友達なんだけどそれでよくなったのかよ1週間ぐらい,いえいもう軽快歩くのが楽しいぐらい軽快つまんないんだろう何がつまんないよ立ってるだけだから。 でもその結果として体が伸びて、うん、快感はあるつまんないのは多分続かないね、うん、いやいや本当に乗るだけだああそう僕はあうん、足踏みするわけで、うん、何でもない来週,来週来た時にやってたらあれだよああおおって言った。それはもう椅子のすぐそばに置いてあるんだからすぐやるよ、うん、いやすぐやるだから来週やってたらおおって言ってあげるっつって、ね、ああまあまあ まだ何回ぐらいというかまあ2,000回ぐらいじゃないちょっとオーバーだけど。というか俺はいいんだけど聞いてる人にねこういうものがあるんだよっていうのを知らない人が多いからこれ宣伝でも何でもないわけいろんなメーカーが出してるから。 どいだから2,000回ぐらいやってから言えって言ったんだよ俺いやもう2,000回や, <laughs> やってないやてない,いやいやおすすめだって絶対に俺は俺のこの友達を信用してんだからいやだからクスマックね大体もうすっくと立ってもうパ,ッパッカパッカ動けなになっていやいやそれから言えって言ったまっすぐ立つの気持ちいいぞ傾斜の中で。 だいたいまっすぐ立っ,立ってられなかったからないやいや立ってな、ね、い傾斜のところでまっすぐ立つっていうのが快感があるんだってやってみろよじゃ。買ってきたらおうかいらないもんなんでそんなもん別にいくらだってできるじゃないかまあ足をストレスすりゃいいんだけど坂道の途中でやって,ってあ,あの行動ね足坂道でやればいいじゃなくそうなんだよ そうなんだ。坂道だとほらこの坂道が何度かがわかんないじゃないですか。ああ優しいねダミツ。そうなんだ。ダミツやる？私ただこれやったことあるんですよ。なんでどういい？あの足つらなくなる。ほらね。足が急につって痛いとか嫌ってなったことが結構あってそれでこれ。 試したことあるんすそういうでも外側からの刺激で足つるつらないってもうちょっとなんかこういやいやつら,、ね、らなくなるっていう感覚はよく分かる筋肉がねつくんだよ意外と,と、ねね、お前なんで歌うの俺の言ってることいや,いやだってそんなだって先週もうずっとやっててんならともかく急に言うからさそんなに大してやってないだろうと思ってそう効果ねこれ結構遅い。うん 私やってた時は結構時間かかりましたこれプラスストレッチでスクワットとかねてねいや実は楠木君が言うにはね楠木君が言うにはねスクワットよりももう大事だけど足の側面をね伸ばすことのがねものすごく大事なんだって歩くためには。なくてもできる何が 側面いばばいいんだろだろってだからやらやないでしょまあ、ね、こ,うこういう道具,道具がないとあ。でも傾斜面でこのスクワットするとより効果が得られるっていうのが書いてありますね。ねまあまあ俺一緒にやればいいってことゃ一緒にやってこの聞いてる人もちょっと試してみるといいと思うよ絶対意外と知られてないんだよ。知られてないんだよ。これは効果が断どうだったんだ 私は、うん、もうやめてね長いことや,やって、うん、それでようやくつらないようになったんですけどうん、うん、その時ストレッチもしてたんで何が効いたかは正直わからないけどい、うん、でもこれは確かに伸びます、ね、伸びる伸びるんでストレッチの体操になるんだよ、はい、これは何もせずに。足がつるようになったりそういう人はそういう外的な衰えよりか例えば糖尿だとかそういう体に起こった ことの方から足がつったりするわけだから、そっちの方をまず心配した方がいいよ。よいろいろある。あるよ、ね。血液の流れとかね。はい、はい。はい。で、こいつはね。うんうん、あの、いろんなことを教えたがるんだ、俺、友達は。はい。うん、で、ひもわらじ。ひものわらじ一回。毎日だ。うん、<あ>やってねえだろうもん、もう。 ちょっともう最近ほら見ろ <laughs> いい、ね、まあ1週間前に一週間げに足のなんかひもわらじみたいなの見せたけどもうあれからお前がしてんの見たことないわもう効果出たからねあれどういう効果あるだう親指になんか巻きつける、ね、そうそうお相撲さんのように、うん、あの地面をこうカタッカツイル踏んで親指が地面を踏めるようになるの、うんうん、ぐらいあのわらじってすごい効果があるの、うんうん、どのぐらいやったの 2ヶ月なんか毎回見せてくれましたね足が2か月やりましたでもやめちゃったやめちゃったもういいやっていうそうしたもんででもいいんだそれでで楠木君はね股関節がね大事だっていう股関節で股関節の簡単な体操寝てる時にね 朝起きて、うん、まあまず左足をね、うんうん、こうちょっとこう何ていうまず寝てる時に行ってどういう状態で寝てるかを先に言え普通に,、うん、普通にってい普,普通に寝てるってる。 当たり前だろう何、当たり前じゃねえ。寝る場合はないだろ、そんなに。まあまあ、仰向けに寝て。それうるさいな。うるさくないけるったら仰向けだよ。そんな決まってないから、足をどうする足をね、こう曲げるのか。どっちの左と右両方なんだけど、とりあえず左足だけね、こう軽く曲げるの。ね 曲げるえどっちに曲げんだ曲げるっていうか要は寝てるから立てるっていうと膝を立てる膝を立てるそれで横にやるわけじゃないのねこれから説明だから膝をどう立てるラジオは難しいんだよだからだか聞いてだから膝腰を立ててまず起きたらねうん起きたら起きるの だから、目が覚めたらね。あ、朝。あ、すぐ。あ、そういう意味の起きたらね。はい、うん。寝て,て。てうるさい、ね。まず、どこまで説明したんで、左足を立ってる。立てて左足そしたら、右足を。 膝ね、左足を立てるって膝を曲げるっていうそういうことねはい、はい、曲げて曲げましたちょっと右足を残ってるでしょ残ってますよ、うん、右足は右足をその膝の上に乗っけて軽くふくらはぎをこするんだ、うんうん、これだけでいいんだって、うん、で股関節が鍛えられるだ膝こひだ左のひざっこぞで右のふくらはぎをぐりぐりするす、うんうん、そうそう。 それで股関節なるかいこれそうなるんだええこれはなそれで今度は反対知ってるよそんなの両足両方やるよわかってるよ何秒ぐらいだよえ何秒ぐらいいやその好きなだけやればいいんだよ好きなだけじゃないいいんだよ好だ自由だよなの自由もういいやと思えばいいんだよやることにちゃんと教えてくれ終わってしまったえさあここでお時間ですやる